はい、ミンヘラおじさんです。まあ、もうちょっとしたら、勤務先に行こうと思ってございますが、まあ、今度は赤木マサルタさんの、言うたら、まあ、回答じゃないですね。ご質問に解説していこうと思います。株に関して全くの初心者はまず何をすればいいのでしょうか。お金はどれくらい必要なんでしょうか。よかったら初心者に向けた話も聞いてみたいです。過去にされていたら申し訳ないです。多分ね、過去に、あんま覚えてないんですけども、結局、株の正解というか、最大公約数的に考えたら、インデックスファンドを買う投資信託であれば。で、株であれば、配当利回りが、まあ大体 4% ぐらいの株を買っておけば、下値は、不安はだいぶ減りますよね、と。いう話と、あとは株主優待をくれるところで、利回りのいいところっていうのは、下値が、まあいいですよという話はさせてもらった記憶があります。あとは、言うたらまあ、可変要因で配当の増減があるので、その増減によって配当利回りが下がるようなことがあれば株価も下がる可能性があるので、その時は、まあ、言うたら手放すか、っていうことを考えた方がいいかなと。いうのが、話した内容だと思います。で、話戻しますと、初心者は何をすればいいかと思いますかというところに対して、まず、全く何も知らないんであれば、証券会社の解説から、始めるのがまず一歩かなと思ってます。で、個人的には楽天証券と、松井証券を開いておけば、大丈夫だと思ってます。松井証券は、言うたら、少ない売買であれば、手数料が無料であったりするっていうのが、まあ、昔からあるんですね。なので、そういう面で有利なのと、投信工房っていう、これは、おじさんが、おじさんの親ですね、に毎日2000円ずつ積み立ててるんですけども、投資信託20種類ぐらいかな、インデックス型のやつとかですね、まあ、いろいろあるんですけども、それのパーセンテージをこう、組み合わせてですね、積み立てていくことができる商品になってます。で、まあ言うたら、使い勝手も結構いいです。で、今、親の口座で見たら、今、年利 30% で回ってるので、扱い方さえ間違えなければですね、うまいこと利益が出せる、ような商品になってますと。いうところで、NISA枠も当然使えますというところなので、そういう意味で松井証券はいいと思ってございます。で、楽天証券に関しては、私的には、結構、言うたら、一時期めっちゃ使ってたんですけども、まあ、今はお金を全部抜いてですね、情報収集に力入れてますと。で、まあ、個別株の、言うたら、まあ、銘柄リストみたいなの作るのも結構楽ですし、投資信託に関してはですね、数千本あるので、まあ、その中から、全然、なんて言うんですかね。ごめんなさいね。今ちょっとメール来たんで。数千本、投資信託があるので、まあ、この中で網羅されてない投資信託はないから、まあ、ここで選べば、まあ、間違いないでしょうと。ただし、選び方がちょっと難しかったりするので、そこは誰かに聞いたりとか、相当かけたりとかですね。あるいは、まあ、モデルプランみたいなものがあるので、それに則ってやるっていうのも一つなんじゃないかな、と思ってございます。で、あとは、貸し株金利がね、めちゃめちゃいいんですよ。っていうところで、楽天証券も使い勝手がいいですと。で、まあ、もう二つぐらい言うとくと、あと SBI 証券に関しては、IPO をですね、結構実施してる、件数が多いのでですね、これもおすすめですと。あと、マネックスかな？アメリカ株とかやろうと思ったら、マネックスと、楽天証券は結構おすすめなので、その辺、かなと思ってます。で、まあ、証券口座を開くというのが難しい場合は、なんだろう、ミニ株みたいなもの、例えば LINE 証券、まあ、私 LINE 証券の中身知らないんですけど、そういう、ポイントで買えたりする商品があると思うので、まず、そういうので、言ったら、トヨタ自動車を1株持ってるんだっていうことでですね、意識付けして、まあ、ちょっと株価の動きというか、100円利益出た、200円利益出たっていうところで、ちょっとこう、鳴らしていくっていうのも一つだと思いますし、本当にミニ
株1000円からで買っていいっていうんであれば、ワンタップバイっていうのがあるんですよ。アメリカの銘柄で言ったら30銘柄ぐらいに絞って、それも100円から買えるみたいな、そういうようなものがあるので、そういう、言うたら、なんですかね、アプリを使って、やってみると。いうのも一つかなと思ってます。それに関しては、私もね、ワンタップバイ一時使ってたんですよ。で、面白いなと思って、それぞれの会社の特徴を、漫画風にね、言うたら紹介してくれるわけですよ。コカ・コーラやったら、もともと、こう、言うたら、言うたら薬剤師の方が出すお薬の中の、商品がコカ・コーラだったんですね。それをなんか、言うたら、瓶詰めにして炭酸が抜けないようにするとか、そういうところを経て、コカ・コーラどん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 でかくなってったんだよ、みたいな話があったりとか、結構面白い、言うたら漫画みたいなのがあるので、そういうの見ながらですね、投資先決めて、買うっていうのは、一つ面白い話なのかなと思います。どっちにしてもね、アプリ入れたりとか、なんやかんやするにあたって、口座を開設するっていうことをしないといけないので、マイナンバー使ってですね、見えたら、資料取り寄せて、やるっていうところが、まず一番、大きいハードルかなと思ってます。はい。で、まあ、なんだろうな、ごめんなさいね。何をすればよいですかに関しては、まずは、証券口座作ってください。ここも当たり前の話なんですけども、その当たり前の話すら、多分初心者の方めちゃ難しいと思うんですよ。なんか、見たことのない帳票に名前書いて、言うたらマイナンバー探して書くのもだるいじゃないですか。で、マイナンバー書いて、何やかんやしてっていうので、多分2週間くらいかかるんですよ、それがまた。なので、やりたいと思った時にできない状況なので、まずはその状態を解消するってことをしないといけないというところです。で、お金はどれぐらい必要なんでしょうかっていうところなんですけども、これも、投資信託を買うのか、買うのかで全く違ってきますと。で、投資信託を買うのであれば、言うたら月々1万円あれば、投資信託を買うことができますので、それは商品を選んで、買うと。で、この買う時のポイントっていうのが、まあ、言うたら、手数料の安いもの、売買手数料の安いもの、信託留保額が、まあ、言うたらないものを選ぶというのがミソでございます。今言った、なんですかね、この二つ、トンチンカンなこと言ってるわけでもなくて、言うたら、買った時に手数料かかるんですよ。で、それがファンドマネージャーさんとかがついてて、ゴリゴリに運用しますよっていうやつは、その手数料高いんですね。で、その高かったら、言うたら、100円のもの、買いました。で、最初買った時に、その、言ったらファンドマネージャーが手数料ボーンと引いてきよるんですよ。なので、結構、言ったら、バリバリ運用でうまくいかないと、その、元の元本よりも上に行くことがなかなかないと。一方で、インデックスファンドっていうのはもう機械的に買ってるんで、手数料安いんですね。なので、元本割れを解消する期間が短くなるっていうのがなんとなく、わかると思います。というところで、手数料の低いものをまず買いましょうと。これがまたね、信託銀行とか、まあ言うたら、地銀とかに行ったらね、もうクソしょうもない商品を売りつけてきおるわけですよ。ただ、手続きとか全部やってくれるんでいいんですけども、言うたらもうその手続き代にお金払ってるようなもんなんで、まず、そういうのを買うのをやめた方がいいです。マジで、ただただ、言うたら、大事なお金を取られるだけなので、そういうことにならないために自分で考えるっていうことが必要なのと、まあ、おじさんみたいにですね、あんまり金に執着してない、まあ執着はしてるんですけども、あんまりその教えることに対してですね、見返りそんな求めてないような、言うたらまあ変態な人にですね、話を聞いて、まあ、やっていくというのがいいと思います。で、あと、信託留保額っていうのも、まあ、別であるんですけども、これは、そこの投資信託を買ったら、年間維持費みたいなのがかかるっていうような商品結構あるんですよ。だいたい 0.5% ぐらい取り寄るんですけども、そういうのも結局、100万円あったら5000円を、言うたら、毎年毎年抜いていきおるんですね。で、そんなもん無駄なんで、そういう留保額がゼロのものを買った方がいいですよと。いや、言うたら、自分の元の原資を減らすような行為をしない、商品を探して、買うっていうことを、投資信託においては気をつけてくださいというところでございます。個人的におすすめなのは、言うたら全世界株式のインデックスとか、米国SP500 のインデックスとか、
そういうのが、言うたら、おすすめでございます。で、あと、お好み合わせて日本株のインデックスを買ったりとか、債券のインデックスを買ったりとかっていうのを混ぜ合わせて、まあ、自分なりのポートフォリオを組むっていうところまでできたらいいんですけども、初心者そんな、まあ、言ったら難しいの無理なので、全世界株式の、投資信託か、全米のその SP500 のですね、投資信託を買うっていうところから始めた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ大体それはね、1万円から買えるのは楽天証券。で、松井証券やったらね、1日あたり500円で買えるんですよ。なので、言うたらまあ、なんですかね、時間を買うっていうんですかね。毎月積み立ててやっていく方がいいですよっていうのがありますよねと。ごめんなさいね。どういう言い方か忘れましたけども。まあ、そういう形で平準化していくこと、ドルコスト平均法ですね。やっていこうと。もうこれの究極の形はもう日々買っていくんだから、その、言うたら、この揺らぎがですね、もっと細かくなっていくんですよね。っていうところで、松井証券の、投信公募のいいところは、毎日500円積み立てるってことができるので、そういう、ところでですね、いいんじゃないかなと思ってるところでございます。楽天証券は楽天証券で、月々、積み立てっていうことが可能な、言うたら設計っていうか、ラインナップもありますので、それはね、楽天証券のやつを開いてから、わかる話なので、それでお願いしますというところでございます。で、株に関して言えば、いくらから必要ですかと言われたら、まあ、正直なところ、額で言ったら、5万あれば、自分の知ってる会社の株は買えると思いますけどもね、と。例えば、パートナーエージェントさんの会社、ためにであれば、多分1万ちょっとで買えるんですよ。1万ちょっとで買って、今婚活中であれば、結婚相談所のですね、無料招待券2枚くれたりとか、言うたら、ウェディングプランを10万円割引しますとかっていうのをくれたりするんですよ。なので、1万円でも、言うたら、まあちょっと楽しめる銘柄があったりとか、あとライザップ2万円ぐらいですから、ライザップって言ったら、まあ結構有名な会社ですよね。っていうところを購入したりもすることできるんで、1万、2万でも、言うたら自分が知ってる銘柄を買って、日経新聞なり、まあ言うたら、株の、なんていうんですかね、情報、ヤフー掲示板とかですね、そういうところで見ていくと、まあちょっとずつ株が好きになってくると思うんです。で、好きになってこないと、なかなか、この株をやっていくのは難しいと思うので、まずは、少額でもいいから、買ってみて、株価をチェックするようになって、好きになること。を重点に置いたら、もう最初1万円でも2万円でもいいと思うんですよ。で、買っていくっていうのが、大事なんじゃないかなと思います。で、これだんだんハマっていくとね、もうボーナス満額突っ込みたいとかっていうぐらいになってくるんで、あと、優待が来たら優待ちょっと使ってみようかなとかっていうふうになるんで、私昨日の昼ご飯はね、磯丸水産でした。磯丸水産の株主優待券で、丼食うっていうのが結構美味しくて、桐谷さんよくやってますよね。株主優待でご飯食べるっていうのを、まあ、毎日毎日繰り返してるんですけども、あれはやっぱりね、なんていうんですかね、なんか、ちょっとなんか自分、オーナーやでみたいな感じで買ったりもでき、言うたらまあ、通えるので、なんかまあ、ただで飯が食えるっていう、ちょっと優越感味わえたりもするんでね。個人的にはありかなと思ってます。で、そうですね、安い銘柄。原品フグっていう、言うたらまあ、フグ屋さんなんですけども、ここもね、29,800 円で売ってて、で、ここを持ってたらね、言うたら1000円分の割引券くれるんですよ。そういう、まあ言うたら、形式で見るのも一つですし、例えば、皆さんがいつも使っているような、もので言うとですね、三菱 UFJ 銀行とか、であれば6万円で買えますので、6万円で、しかも配当が 4% 来るので、変に銀行でね、預けてるよりも、銀行の株価って、利回りもろといた方が、お得に運用できてるっていう、言うたら、まあ、シャレにもならんケースが結構あるので、だそういう意味で面白いんじゃないかなと思ってます。あと、個人的にセブン銀行、24,800 円で買えます。で、これ、ATM ですよね、セブン銀行の。ここだけはやってるので、
銀行にかかるその従業員の人件費全然かかってないんですよ。なので儲かる体質ですねっていうのがわかりますよね、というところで、まあ結構ね、あのダイヤモンド財とか、そういうところにも書いてあるんですけども、まあそういう銘柄をね、言うたら買って、セブンイレブンの中に入ってですね、セブン銀行のその ATM を見たらちょっとニヤッとできるみたいな、まあ、そういうところからやっぱり始めていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、そうだな、あとはまあ食べ物ですよね。食べ物の銘柄で言ったら味の素とかを私も持ってたんですけども、味の素を持ってると味の素のその商品送ってきたりするんですよ。まあそれは、キューピーでもカゴメでもそうなんですけども、そういうものを持ってることによって、やっぱ自分の使ってる生活品の近くに、言うたらまあ投資することによって、まあ経済感覚も磨かれますし、それに付随するメーカーとか、例えばピエトロも美味しいよね、ドレッシングは、みたいな形でこう連想ゲームみたいになってくるんで、それがね、楽しいと思える人は続くと思います。でもそのベイビーステップとして、やっぱり1万2万の投資信託を買うっていうのが一つと、1万2万で、現物の株を買ってみるっていうのも一つだと思ってるんです。今日本株の話しましたけども、楽天証券とかやったら外国の株買えますから、アマゾン買おうとか、マクドナルド買おうとかっていうのでもですね、気持ちは同じだと思います。アマゾン買って、で、アマゾンプライムとか見てると、いやいや、俺アマゾンの株主やしな、みたいな感じで、結構こう、優越感に、まあ、優越感に浸れるかどうかわからないんですけども、優越感に浸れる人の方が、多分株は向いてると思います。こういう、銘柄は伸びると思って買って、アマゾンの利益めちゃめちゃ上がってるよねっていうことがやっぱりわかるので、そうです。あとは、ま、ネットフリックスとかね。今、爆上げですけれども、そういう銘柄を買うことによって、自分も市場に参加してるんだっていう、その意識づけができるので、最初の、何したらいいですかっていうところの答えとしては、いいんじゃないでしょうか。だから、興味がある銘柄を買うっていうのがやっぱり、一つなんですけども、まあ、金額的にやっぱトヨタ自動車とかやったら、言うたら100万円ぐらいするんで、そういう銘柄を買うっていうのは、ちょっと、最初からしたら、ちょっと荷が重いと思うので、まずは身近にありそうな会社の株を探しながら、買っていくっていうのが、いいんじゃないでしょうかというところです。で、かかる費用は投資信託であれば1万円あれば十分ですと。で、言うたらまあ日本株の現物でも2万あればライザップ買えますし、セブン銀行買えますしっていうところで、目に見えるところの商品が買えたりするので、で、もっとマニアックになっていくと、製薬会社とか、まあ言うたらもっと言うと日立造船みたいななんか製氷機作ってるところとか、ゴミプラントを作ってるところとか、そういったところにも目が行くと思うんですね。だからあとはまあ自分の言うたら仕事と関連付けて、ここの利益率とかって考えたら、ここは儲かりそうやな、儲かりそうじゃないなっていうのは多分わかると思うんですよ。なので、まあわかるかどうかわからないですけども、まあおじさんであればなんとなく想像がつくので、それで買っていくっていうような形でございます。まあ言うても私もね、今借金まみれなんで、大して何もできてないですけども、親の言うたらまあ、遺産をもらうときにですね、その借金まみれやったら困るからって言って今債務整理してどんどん縮小していってるんですけども、まあそんな感じで考えていけばいいんじゃないでしょうかというところでございます。以上です。